おっす、セムです。本日はですね、あなたはなぜ怒るのかというお話について解説していきたいと思います。あなたはなぜ怒るのか。それはですね、相手に期待してるから。なぜ怒るのかというとですね、あなたが相手に対してこれぐらいまではやってくれるだろうっていうことを勝手に期待しているんですね。それを下回ったり、一切なかった時、誕生日プレゼントがないとか、部下が思ったように動かないっていう時にですね、ムカーってするんですよね。お前はいい加減しろ、どうなるんだろうっていうふうに怒鳴り上げるというお話になるんですよ。ところがですね、相手に求めすぎていませんかっていうお話をしたいんですね。というのはですね、そこまで気回るわけないんですよね。彼氏は誕生日にプレゼントをするはずだ、してくれるはずだ、それは私にとっていいもののはずだとかは、勝手なあなたの思い込みじゃないですか。もし欲しいんであれば、誕生日にはこれをくださいねとか、一緒に買いに行くっていうことをすればいいんじゃないでしょうか。なぜあなたは相手に期待してしまうのでしょうか。世間は普通にやってるよ、なんで私の誕生日知らないのとか言ってません。だって知らねえよ、お前の誕生日なんか。そうなんです、わかんないんですよね。それをですね、当たり前と思ってはいけないんですね。で、ここできっちりと考えとかないといけないことがこちら、段取りですね。段取りよく物事を進めていけば、あなたは相手に対して怒ることはございません。仕事で部下に怒るのははっきり言いますけれども、なんでやってないんだっていうのはですね、あなたの段取りが悪いからなんですよ。部下に期待しすぎている。だって部下からしてみたら、そんな指示受けてないのに。恋人からしてみたら、プレゼントしろとか相談されたことないのにっていうことなんですよね。何回か何回か繰り返していかないとですね、習慣づかないんですね。習慣づいてない人間っていうのはできないんですよ。段取りっていうやつがわからないんですね。ということなので、特に最初の方ですね、きちんとあなた自身が部下にやってほしいことを打ち合わせをして段取りをする。これ大事なんですよ。段取りってのは何かっていうと、最終的な目的に近づけるために日を遡って、この日にはこれを準備しておかないといけないっていうふうにですね、きちんとスケジューリングをしていくことなんですよね。これをなしに人を怒るっていうのはですね、世の中なんて言われるかって言いますとですね、理不尽っていうんですよね。段取りをきちんと1から100まで考えてて、それでも部下がやらなかったんだったら、まあ怒っていいかもしれませんけれども、これなしに部下が怒ってるんだったら、それは自分自身の仕事を見直した方がいいかもしれませんね。さらにさらにですね、ここまでやったのに仕事をしてくれてなかった時、部下がですね、まあ怒るのもいいんですけど、ちょっと発想を転換してみましょう。任せたあなたが悪かったんですよ。仕事できないやつにですね、なんで仕事できないんだって言ってもですね、わからないんですよ。仕事のやり方がわからないから。ってことはですね、やっぱし仕事できる人間に相談して、仕事できる人間を中心に動かしていかないといけないんですよ。あなたは仕事できる人間を無視して、付き合いが長いからとか、こいつの方が年が上だからっていう基準で中心人物を無能な人間にやってませんか。それはね、周りの人間をね、不幸にするだけです。その不幸になる人間の一人があなたってことですよ。つまり選んだ人間が悪かったんちゃうのっていうふうになります。部下に怒る前に段取りを考えた方がいいんじゃないでしょうか。もう一つは、無能な人間と付き合ったらダメですよ。最後にですね、究極的な話なんですけれども、一番最初にですね、期待してるからあなたは怒るんだっていうふうに言いましたね。ということはですね、鼻から期待しなかったらそういうふうに怒らないんですよ。つまりですね、怒られないあなた、期待されてないってことですね。もうちょっと頑張ってみましょうね。セムでした。